孫権は医療に劉備を下し、五色は再び同盟を結ぶこととなった。これにより天下は再び五色と葬儀での天下二分の様相となる。孫吾は幼州の戦線に専念、義と一進一退の攻防を繰り広げた。その後数年が過ぎ、軍を整えた曹丕が満を持して南征を開始。大都督曹休を中心とした精鋭を孫吾との戦線に投入してきた。情勢は次第に葬儀へと傾き、孫吾の将兵は疲弊。中には義へと投降する者まで現れ始めた。この危機を打開すべく、孫吾の将周芳は孫権に騎兵を奏上する。孫権はこれを採用すると、実地の指揮を陸遜に一任した。周泰、梁騰、鄭鋒らの武人たちも騎兵をなすべく奮い立つ。乾坤一擲、石庭の地を舞台に孫吾の大芝居が幕を上げる。鄭鋒炎、愛しき風景を胸に描き戦わん。観音様はこういう戦こそ得意でした。もういらっしゃらないなんて残念です。陸遜殿は兵法に長けておられる。今回の騎兵も守備よく成し遂げられるだろう。へえ、偽の投降うまくいったのか。義も随分と間抜け揃いだね。さて、あとは敵を追い払うだけ。油断せず全力で叩くとしますか。陸遜様といえば賭け、この戦も派手なのを期待しています。この槍に俺たちの魂を込める。隊長かっこいい。俺たち最後までついていきます。その槍にお前たちの魂を込めるんだ。大芝居を打ったら大芝居が来たなんてな。おい、本当に来たらどうすんだ。シャレになんないぞ。俺、鄭鋒様の詩に心打たれました。よかったら弟子にしてください。曹丕の代になっても義はやっぱり強いな。今だってかなり追い詰められてる。だからこその奇形だろ。孫吾の治癒で義に一泡吹かせてやろうぜ。奇策が鳴ったか。周芳、見事だ。敵の総統は俺に任せろ。敵の大都督曹休は曹丕の信頼厚き将、しかも戦歴が大変豊富と聞きます。なかなか手強い相手と言えるでしょうな。遠志様のおかげで皆の士気が上がります。無論私も例外ではありません。周芳様が偽りの投稿ね。よく敵に信じてもらえたな。孫吾の悪口を盛大に書いた偽証、それを持って行ったのが聞いたらしい。へえ、どんな内容なんだろうな。ちょっと見てみたいな。私には分かるんです。孫権様と蓮氏様の力関係が。しっかり者が主導権を握るとなれば答えは一つ。ああ、いや、孫権様が頼りないなんていうつもりは。この戦、みんなで力を合わせて勝ちましょう。孫吾を、大切な人たちを守るために。孫権様は少々酒癖が悪い。この間も酔って周泰様に絡んでいたぞ。体の傷を数えさせろとかなんとか。そこは蓮氏様がなだめてことが決めたが。普段真面目な方ほど。
目を外すのかもな。殿、伝令から報が入りました。周報の投降、早急を欺けたとのことです。しかし周報のやつ、思い切った策を。偽りの投降で義の徒徳早急をおびき出す。これで敵の陣は崩れたも同然です。あとは全軍で敵を駆逐します。この淮南から義を一掃しましょう。ああ、そういえば陸さん、投降の義書だが。ね、はい、私と周報とで書き上げました。何やら孫悟が滅ぶ理由を列記したらしいな。どのような理由か私にも聞かせてくれ。いえ、あれはただの方便です。あの書状に真実などかけらもありません。ほう、それならばいいのだが。さあ殿、出陣の号令を。リクソン、指示はお前に任せよう。周報の計を成功させ義を打ち払うのだ。周報殿には敵を誘導していただきます。そのためにまず敵を進軍させなくては。城の南側の拠点を落としましょう。敵はそれを奪回すべく前進するはずです。
て願おう。敵将ストッター、アダプトランスを切る者は我ら孫悟の投資に焼かれるがいい。なんと家計だと。修法殿、お見事でした。策がなった今こそ好機。それがしが獅子のごとく攻め立てよう。お見事です。私も見習わなければ。この俺が相手だ。奮戦せよ。敵の策が混乱される。早急にトンネルを崩せよ。芝居が来たか。奴を倒しこの戦を終わらせるぞ。
一人で残ることはまだ気力の餌食になりたいらしい。まあまあ、そんな怖い顔するなよ。気楽にやろうぜ。戦力で気を抜きすぎていよう。勝利するためにな。敵将討ち取った。周邦の騎兵はなり、宗久率いる魏軍は石庭から後退した。勝負の孫悟、その気風と実力は大国である宗義とも互角。いずれ魏と蚩尤を決する時が来ると呉の誰もが確信していた。これを受け建業ではある提案がなされる。皇帝即位、宗妃は漢の帝から禅譲を受け、劉備は破食で蜀漢の帝を合した。それらから遅れること数年、孫権も帝たるべしとの声が上がる。しかし孫権は熟考する。帝とは何か、武門孫家のあるべき姿は、そして自分とは。受け継いだ三代の志が、天下への思いが心に形を成していく。そして若き虎は決意する。私は迷っていた。大志を抱き、天下を目指しながら、それでも迷い続けていた。武門たる孫家は官室の刃であるべきではないのかと。帝を名乗るなどすべきではないと。ですが宗妃は官室から禅譲を受けました。もはや使えるべき官室はありません。劉備もそのこの劉禅も蜀漢の帝を戦勝しましたしね。まあ今となっては孫悟の臣下ですが。帝とは何なのだろうな。今ここに至って私が名乗るべき意味はあるのだろうか。帝となり天下を制すれば、天下万民が仰ぎ見る。帝となる理由はそれで十分ではないでしょうか。ほう、分かりやすいようにか。そう考えるとなるほどと思えるな。孫権様、お立場がどうなろうとも、私は孫権様のおそばにいるだけです。きっと皆も。よし、もはや迷うまい。今よりこの孫厨房は御殿を合する。皆、我が天下のため一層奮戦してくれ。